改めまして、有楽町にお越しの皆さん、こんばんは。せーの、日本はちゃちゃ、日本はちゃちゃ、私たち日本はちゃちゃです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、一日長丁場こちらのね、ステージでキュンフェスさんのイベントありましたけれども、日本わちゃちゃのこのステージでもうラストということで、はい、ありがたいことにご利用いただいております。はい、最後はもう有楽城さんの館内着ですかね、浴衣や館内着をお借りいたしまして、はい、最後ライブさせていただこうかなと思うんですけれども、はい、まあね、今よかったらお食事されてる方とかお風呂上がりの方、アイドルなんですけれども、コンセプトがお笑い特化型アイドル、普通に歌って踊ってだけじゃなくていろんな演出をしたりとか、ね、アイドル初めて見る方も楽しめるライブをさせていただいております。はい、今日なんですけれども、ね、やっぱりね、初めて見る方も多いということで、はいはい、ちょっと皆さんがこう聞き覚えのあるような楽曲だったりとか、うん、まあ、聞きなじみか、うんうん、聞きなじみのねある楽曲ばかりを今日はねちょっと詰め込みさせていただきますので、はい、ぜひぜひ、もうね、もうちょっと夜になってきましたけれども、よかったら最後のステージでございますので、日本おじさんのライブぜひ見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと日本はじゃあもともと大阪出身のグループなんですけれども、あの大阪の観光名所の楽曲を歌わせていただきます。左足上げたら大阪シンボル、南のシンボル。
それではただいまよりお誕生日プレゼントをお配りしたいと思います。まあね、本来ならお客さんをお祝いする曲なんですけれども、本日は何といってもね、渡辺リリのお誕生日ということで、リリにお誕生日プレゼントをご用意させていただきました。ね、今回だいぶと高級なやつ用意させていただきます。ぜひ喜んでいただけたらなと思います、リリのプレゼントのリストはこちらとなっております。まず帰り道、助手席に乗れる券、ほんまにね、いいな、ほんまにね、ミキペイさん運転の助手席、あ、そうです、一番不人気の席、いいな。そして続きに高級寿司、お食べ放題、おマグロは含まれません。あ、マグロしか食べられない。マグロしか食べられない。そして最後、何かあげるとなっております。何か欲しい。帰り道、助手席乗れる、高級寿司食べ放題、マグロは含まれません。そして何かあげる。何かあげる。まあ、選んでいいよ、じゃあ。あ、欲しい。好きなもんあげる。まあ、言っちゃおう。さあ、いないな、その T シャツはいない。この3つのプレゼントがランダムでこの箱の中3つにできます。さあ、どれいきますか。助手席、高級寿司、何かもらえる、まあ何かって好きなもんあげる、いいよ、まあでもいいよ、大体お誕生日お宅がね、この箱に一番いいやつって言うんですけど、誰も教えてくれへん、リリのもの疲れてないから、ほんまに。でもやっぱり私1日にのぞみさんと生誕一緒にしてるんで、なるほどね、敷き付いてのぞみにしたいと思います。大丈夫、平気で人を裏切るやつだけど大丈夫。嘘やろ。じゃあ、望みやすいですね、うん、じゃあ、リリの誕生日ちょっと下がろうか、横の人も見えへんしな、ちょっと下がろうか、望みも下がっていい、はい、行きますよ。じゃあ、リリのプレゼントオープンまで3、2、1、オープン。あー、助手席でーす。いや、だから言うて、おめでとう。1時間半以上のドライブをお楽しみください。何を信用してくれるんだろう。いや、マジで、一睡もした感じ。いや、マジで、いや、ほんまにな。というわけで帰りにね、一緒に帰りましょう。じゃあ全員で行きまーす。せーの、リリーさんお誕生日おめでとう。全員でハッピーハッピーハッピーバースデー、ハッピーハッピーハッピーバースデー、何回何十回でも伝えるよ。全員でハッピーハッピーハッピーバースデー、ハッピーハッピーハッピーバースデー、ではないとお宅に言われたのですが、スーパーノバ、まあ、スーパーノバスーパーノバということで、ですね、して舞台が10月に新しくできたライブハウスでして、はい、なので皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ここでセンターサイライブがね、はい、あ、そうなんですよ、あれ言ってなかったっけ。スーパーノバっていう情報しか来てないんです。スーパーノバができたっていうのしか教えてない。あ、すいませんね、はい、サミとヤグラがね、同日に昼の部と夜の部で生誕祭させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。他にも日本わちゃちゃ YouTube や、いろいろライブ出ておりますので、気になった方は日本わちゃちゃで検索していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。今日は本当に本当に楽しいライブありがとうございました。それでは最後の曲はこの曲で終わりましょう。わちゃちゃ音頭魔王がずっと続きますよ。
日本お茶茶でした。ありがとうございました。この後すぐに日本お茶茶特定会をさせていただきます。初めての方はメンバー全員が無料で署名、そしてコメントがもらえます。ではいただきます。ありがとうございました。